お、買い物か。私はこれから本屋に行くとこ。ちょっと探し物があってさ。なんだ、偶然だな。一緒に行くかって感じでさ、私たちで漫画のストーリーを考えることになったんだよ。でもその応募したいって言ってた新人賞、なんと締め切りが過ぎてたんだよ。だから結局話を考えてたって意味なかったんだけどそれでもめちゃくちゃ楽しかったよ。最後にみんなで考えた話はなんかこうわけわかんない話になっちゃったんだけどさ、漫画作るって話になって、当然みんなで好きな漫画の話とかしたんだけど、意外とお互いの趣味知らなくて結構びっくりしたよ。小さい頃からずっと一緒の幼なじみだけど、案外知らないこともあるもんだな。近すぎるから逆に見えないってのはあるのかもな。でもそれって別に悪いことじゃないよな。だよな。知らないことがあろうが大事な親友には変わりないもんな。そういえば何買うんだ？音楽雑誌？へえ、サークルの楽屋に置いてある雑誌って用意してたんだな。おお、和太鼓を特集した雑誌も置いてくれるのか。そりゃいいな、楽しみにしとくよ。おお、私はアコに頼まれたものを探しにな。家の近所の本屋になくてさ、ここなら置いてあるかなってな。なんかゲームの本らしいんだけど、いまいちよくわかんなくてな。ネオファンタジーなんとかっていうゲームなんだけど、 NFO って覚えとけば大丈夫って言われたけど、知ってるか？おお、知ってるのか。いやー、それなら悪いんだけどさ、一緒に本探してくんないかな。いやいや、少ししか知らないとか謙遜しなくていいって。少なくとも私よりはわかるだろ。いやー、助かった。これでアコも喜んでくれるよ。ガイドブックだったか設定資料集だったかよくわかんないけど、なんかそんな感じの本だって言ってたな。頼りにしてるよ。よろしく頼むな。